里見は、日本の男性ゲーム実況者、歌手、6人組エンタメユニットスと、プリのメンバー。2019年9月25日には、自身が作詞を担当した曲も含まれる、ファーストミニアルバム、メモリーズがリリースされ、オリコン週間アルバムランキングで、初週2位を獲得した。2019年12月30日には、ミニアルバムと同じ名前のメモリーズで、 東京の ZEP でワンマンライブを開催した。2021年2月24日誕生日に初の 3D モデルでの生配信ライブが開催された。同年8月19日には初のオフィシャルファンブック、サトミメモリーが発売され、8月31日の当伴の週刊ベストセラーにてエンターテイメント第1位を獲得。ストプリの最年長メンバーでピンク担当。 血液型は AB 型。身長は170センチ前後。足のサイズは26センチ。公式ペアは、サトミコロン、ナナモリ、ジェルと共に大人組と言われている。グループでの活動の他に、YouTube での歌ってみた動画やオリジナル曲の投稿、ツイキャスや YouTube での生放送、ゲーム実況、声優など、幅広く活動している。ゲーム実況者としては、 主に第五人格を実況している。またすとプリでは七森に並び猫好きの肩書きを持つ。実際に猫を4匹と犬を1匹飼っている。両親と祖母が調理師免許を持っているためか料理が得意である。ありがとうございます。